庄内映画村は山形県鶴岡市にあった映画スタジオ。全運営者が破産手続き中のため、運営者が M&NCO へ代わり、スタジオセディック庄内オープンセットとして営業中である。映画撮影の誘致、支援を目的に2006年に設立。土地建物の保有は映画制作会社セディックインターナショナルである。管理、運営は地元企業の出資で作られた。 庄内映画村株式会社が行っていた。映画監督国土三男の作品、セミしぐれ制作時、もともと IT 企業の社長であった、宇翔正明がスタッフに参加し、そのまま庄内地方の住民や企業の講演を得て、羽黒町の合算山麓に位置する88ヘクタールの敷地をセリック側が購入し、時代劇のオープンセットとして整備した。 2009年からは観光施設として一般公開し、省内映画村株式会社がセティックから運営を受託して営業していた。しかし、客足が伸びず設備投資を回収できない経営が続いていたことから、2014年、オープンセットの管理運営を別会社、M&NCO 株式会社に譲渡し、施設名もスタジオセティック省内オープンセットに変更し、 営業を継続する。将内映画村株式会社は、資料館の運営のみを行う体制になった。2020年10月16日、自己破産の手続きの準備に入っていることが報じられ、同年10月30日に、山形地方裁判所鶴岡支部へ破産を申請。同年11月12日に、山形地方裁判所鶴岡支部から、破産手続き開始決定を受けた。 負債額は2020年2月期末時で2億7800万円。ありがとうございます。